どうもハンサムクロジです。名を消した男だよね。龍が如くセブン回で、続きやっていきたいと思います。さあこういうやおー鶴の新手道ついてこいや。こういうやどこ行きましょう。見つけたで、ジョーリュー。派手に遊んでるそうやな。我ずいぶん舐めたまねしてくれるやないか。ジョーリュー、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、ジョーリューは渡してもらいます。文句ないやんな。どやほ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。ジョーリーはうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。いやーもう鶴野と獅子堂いたらもう僕何もしなくていいんじゃないか。よいしょー、こいつら全員強えだろ。まだいる？もう銃撃ってるよ街中で。危ねえやつらだ。あとは？よし終わった。鬼人会の奴らまだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。ふん、じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぞ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。さあというわけで西谷誉をおびき出すために蒼天堀で合流するっていう、合流しようぜって話になってます。でどこ行けんの、まあ、好きなとこ行けんのか。ゴルフやってもいいし、こっち行ったってゴルフ場ぐらいしかないからな。下行こっか。よし行くぞ、こっちだ。走ってこい、この野郎。野郎ども。何がある？あ、キャバクラがある。キャバクラ。キャバクラ行こう。こっちや。キャバクラや。さて。次はどうするか。一目引こう言うたらやっぱ女です。綺麗どころ連れて練り歩きましょうや。なるほど、悪くねえ案だな。当てはあんのか。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい、キャバ嬢呼んでる。うわあ、お金ばらまいてる。急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。獅子堂さん相変わらずやね。どないでっか、ジョーリー。この子たち蒼天堀のオールスターです。
確かに悪くね。上流さんってクールな？クールなのは嫌いか？お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。うちの客人によう言うた。ほれ、ご褒美や。あー、ほんま？どうもありがとう。お金のシャワーもっと浴びさせて。ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか？ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。分かった、覚えておこう。おぎに。獅子堂はなんかいいな。さあ、金をぶんま、ぶちばらまいて、まあ、全部やんなきゃいけないかな。ここ、まあ、なんだろう、入っていくわけ。鉄の皿、こっちかな。寿司食おう、寿司。腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ、銀助。ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほんまでっか、こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの。初めてごちになります、頭。ありがとうございます。鶴野、お前あんまり人のもんにおごったりしてねえみてえだな。よくねえ。そうやったっけな。頭はよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで。あ、そう。あんまりしもじもと飯食う暇もないんですわ。なら今夜は汚名返上と行こうじゃねえかな、鶴野。めちゃくちゃ食ってるな、20代みたいに食ってる。みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おお、お前らそんなガッツくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。ったく、恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。どんだけ安い金でこき使われてんだよ。なや、泣けてきますわ。かわいそう。顔抜かせ、貧乏ヤクザ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞ分からんやろ。つらい。いやでもほんまうまいっすよ。わかったわかった。そうか、ほなまた3000万作ってみんのもええかもな。頭、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。うん、酒もうまいぜ、鶴野。もう一度乾杯と引くか。いや、もう何遍乾杯させるんですか。あんた見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これ断れまへんで、頭。ええやないですか。乾杯しましょう。ったく、しゃあないの。お前ら準備はええか。えい、ええ、今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。空から金の降る夜や。乾杯！乾杯！キリュウちゃんは空から金降らしがち。ふう、うまかったな。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたも上流のおかげですな。ごちそうさまでした、上流。ほんまうまかったです。おきに、上流の兄貴。いや、上流、慕われてる。金集めてきたんは俺やぞ。頭下げられてちゃうやろ。まあまあ頭、恩は着るもんや、着せるもんちゃいます。ち、わかったわかった、言うてみただけや。ちょっとちっちゃい男だな。恵比寿屋行くか。これ結局全部回らなきゃいけないんだったら、
ちょっとややこしいな。まあいいけど。恵比寿屋、次はここでっか。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃないか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めで。でしたらうちは大阪一でございます。さあいかがでございましょう。うわ、なんかチャラいな。悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ、心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか。こちらのネクタイなどはいかがでしょう。こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう、気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですさかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ。なんだそりゃ。やった、スーツゲット。こんだけ遊べばもう西谷の湯にも入ったろう。よし、今夜は赤目のとこに戻って休んでもいいな。ああ、なんや桐生さん、もう遊びきったような顔して。まだ金使い切ってませんよ。もっと無駄遣いしましょう。頭もこう言ってますんで、俺ももちろんついていきます。そうか、じゃあまあ他にも遊べる場所があればな。せっかくだから全部回るか。ここのゴルフ練習場も行ってみよう。うわ、なんだ。あ、鬼人会おったね。上流や、親父ごちょもの奴や。容赦はいらん、動けんくなるまでぶちのめして連れてくんや。はい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 、笑った笑った。ふじゅー、おい、みんな頑張れ。頑張れ。もういいか。ほら、よいしょ。よいしょ、ほいほいほい、ほい。よし、ほい。あ、避けられた。で、ちょ、みんなもっと頑張って。よし、しばらく寝てろ。じゃあゴルフ場行くぞ。ゴルフ練習場。また？ああ、上流だな。うちに喧嘩を振るった随分の命知らずやな。せっかくや、
その命はうちの親父に差し出してもらおうか。増えてきたな、次々と。よいしょ、ほれほれほれ。よいしょーい。よいしょー。よいしょー。いてててて。八八。八八いけー。ホタル。よし。よいしょ。あとはこいつだけか。ナイス。あ、いていていて。よし。次時間が来ちゃう。あ、逆来ちゃった。ごめんごめん。こっち。結構絡まれんだな、ちゃんとな。あ、こいつらもか。なめとんのか。おうおう、こんな派手に騒いで見つからんとでも思っとったんか。ふざけんのもったいがりせえや。てめえはここでぶち殺したらえ。はーい。チャリがあるね。チャリチャリ。ほっと。ほっ、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 ほっ。よいしょ、よいしょ。いいぞ。よいしょ。ああ、やば。よいしょ。やべ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、食事したいな、どっかで。あ、みんなでカニ食おう。入れ、入れないんかい。とりあえずここ行くか。ほら、ゴルフ遊ぼう、みんな。ゴルフセンターか。ここも遊んでいけそうだな。どうする、入ってみよう。誰かこの中にゴルフの腕自慢はいるか。自分で言うもおこがましいんやけど、俺はチーとうるさいです。意外だな、ゴルフやるタイプには見えない。よう言われますけど、最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技や。ほんなら一応勝負といきましょう。あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。ふん、勝負ごとには目がないもんでな。いいだろう、乗ってやる。ほな自分から先打ちまっせ。うっ、兄貴ナイスショット。こっち、さすがですわ。こらすごい。勝負に勝つと何かいいことがあるかもしれません。獅子道に勝てるように頑張りましょう。スコア500を超えると勝利。頑張るぞ。いいこと起これ。さあ、打つか。ここを狙って打つ。はい、どう。ああ、いっちゃったか。よし。50。500点ね。オッケーオッケーオッケー。
はいはい、この感じ、この感じね。はいはい。風速1メートル。はい。あ、ちょっと左。いけ、入れ、入れ。よし。入らない。でもだいぶいいと思うけど。ちょっとあれですか？風がある。こんなもんやろ。はい。よし。おい。あと何点？今270。オッケーオッケー。全然いけると思うけどな。ほいほい、いけ、入れ。よっしゃー、奇跡。もう500点超えた。向かい風。入れ、いけ、いけ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 。あー、よし、これはいけんじゃないか。ほいほい、いけ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 。うわ、全然いかなかった。よし、3メートル。いけ、入れ入れ。全然だな、全然難しいな、読むのが。はい、いけ。よっしゃー、なんかいった。同じ感じでいくか。お、いけ。あ、よっしゃ。旗に当てればいいんだ。なるほど、旗に当てればいいんだ。任せて。そうなると結構もう完璧。旗に当たる。よっしゃ、ほら、天才すぎるんじゃない。ちょっと上手すぎたな、僕。完璧だね。完璧だわ。ちょっと完璧すぎてびっくりした。旗に当てればいいんじゃないで、旗に当てれるんだ、僕。すご。くー、やるやないですか。まさか俺のスコア超えてくるとは。余裕だよ。悪いな、勝ち負けにこだわりすぎるのが俺の大人げねえところだ。よう分かります、全く同感や。そしたら勝者は称えられなあきまへんな。なんかくれる？これ受け取ってもらいます。なんだ。30万円、ありがとう。金かけてるつもりはなかったんだがな。勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベントやっておりますんで、気持ちよう受け取ってな。はい、やった、金もらった。あとはこっちかな、この2つ。行くぞ、走れ。鬼人会をぶん殴りつつ行くぞ。ああ、いたいた、鬼人会だ。多いね。あんた、えらいお楽しみやったらしいな。酒に酔んな、天国みたいな時間やったろ。けど、こっから先がお前が味わうのは地獄や。いねや。よし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 。とりあえず走り回って。はあ。いやいや、あ、やべ、死んだ。そうだろ、おい。銃撃たれた、もしかして。リトライ、リトライ。ちょっと舐めてた。すいません。え、こっから？あ、回復してる。なんか、最悪。テンション下がるわ。
回復しときゃよかった、ベッド食っときゃよかったぜ。おい、来たぞ。スキップしよう。よいしょー。どこ行った？あ、あいつだ、あいつにやられたんだ。今撃たれた。さあ、蹴上がって。おい、どこだ。痛い痛い痛い。どこだ、鉄砲撃ってるやつ。お前か。よし、終わりだ。あれ、鉄砲、おらおらおら。おいしょ。よし、復習完了。さて、次あっちや。ここ、ニューモモコかな。カラオケ、カラオケ。よし、次はこの店にするぞ。おー、ええですな。確かここ、カラオケあります。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。へい、もちろんですわ、やりますぜ。よっしゃ。文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。みんな男の子だね。よし、歌うか。何歌う？さようならサイレントナイト。知らん歌だ、多分。この歌を送るぜ。よっしゃ、盛り上がっていけよ。うわぁ、ヤクザのコール怖っ。どれだけ深く愛したら、はい、どれに振り向いてくれるのか。泣いてまうやろ。あ、むずい。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだいつもことが好きなんて。ここはね、盛り上げたい、ちゃんと。幸せ色の人並みに、はい、涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、あぶり出すようなジングルベル。むずい。あの子が吹き消し微笑む姿、あ、夢見ていたライターで灯したタバコに、ロマンチックな雪が降り積もる。さよならされない、もうすぐ愛しい、あの子はあいつの腕の中。さよなら降りない、プレゼントの配り先のない哀れなサンタクロース。世界中が愛で満ちる夜に、むずい。さよなら俺のサイレンラー。やった、歌いきった。いやー、ちょっとむずい曲だったな、ほんと。でもみんな喜んでくれた。あ、まだある。サイレンラー、なげー、なげー。90点を超えれたわ。さすがジョーリー、シュッとしてんな。せやろ。もういいな、もう行こう。ふう、思いっきり歌ったな。
全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしても上流、あんたなかなかええのどしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げますぜ。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。よっしゃ、遊んだ。最後はバーかな。ビリヤードする？フールバーか。ここも遊んでいけそうだな。どうする？入ってみよう。次はこの店だ。お、プールバーでか。どないです、ジョリエ。ここで俺と一勝負。おー、いいぜ。ビリヤードでか。いいだろ。おお、自信満々、中華屋。昔ハマった時期もある。だが挑まれたからには手加減できねえぞ。お二人で勝負でっか。おもろそうですな。ビリヤードは頭も相当やりますぜ。なるほど、そう来なくっちゃな。なら楽しませてもらうさ。勝ったら金もらえんだ。これ30万。よし、釣るのに勝つぞ。1から9番のボールを使用します。テーブルにある、的玉の中で、最も数の小さい、玉から、ああなるほど、 1,2,3,4,5,6,7,8 って9番まで順番にボールをポケットに落としていって、9番ボールを先にポケットに落としたのが勝ち。はい、うん、はい、 OK です。よっしゃ、やろう。チュートリアルはもういいです。手加減しないぜ。うお、怖。はい、近くが先行なんだよね、確かね。え、僕僕。よっしゃ、ブレーキングショットやで。かっこいい。渋。ちょっとずらすのか。ミソや。いけ。入った入った入った。入った入った入った。よし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 。2番行きましょう。え、残念でした。ファールなの？あ、8落としちゃったから。そんなんだってしょうがなくない？よし。やるじゃねえか。まあでも9落としちゃいいから大丈夫大丈夫大丈夫。4むずいんじゃない？負けてられねえな。4むずいんじゃない？4むずいよ。ほら無理だ。9近。力みすぎだぜ。ちょっと待って、俯瞰で見るやつ、視点切り替え4だろ。待って、むずすぎる。こうじゃないか。よし、ほら。ああ。だって9があるんだもん、すぐ横に。残念でした。いや無理無理無理。わっ、入れた。え、えぐ。ああでもファールじゃん。いいね。どうした？ここどこ。うわぁ、こう入れるにしても、まあここかな、ここだな。え、最悪。シンプルに下手じゃん。どうした？さっきのゴルフの時のあの感じ、どうした？下手じゃん、こいつも。釣るのも、ありがとう、お膳立て。なんか、気使われてる気すんな、これ。力みすぎだぜ。
気使ってる？よし。ふん。おお。はい。あ。くー。やっぱ実際のビリヤードは僕こんくらいのうまさだ。残念でした。なんか僕あんまビリヤード上手くなかった記憶あるわ。よく漫画喫茶とかでやってたけど。スポッチャとかでさ。どうした？おっしゃ。いけ。嘘でしょ？くそ。残念でした。全然、二人とも下手だからすごい泥仕合。泥仕合です。あちゃー。力みすぎだぜ。泥です。あ、こうか。入れ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 。全然入んない。弱かった。くそ、残念でした。ごめん、なんか泥だわ。入れて。よっしゃ、サンキュー。で、7入れて9入れたら、鶴の勝ちね。よし！やるじゃねえか。うわあ。あちゃー。どうした？視点切り替え。こうだな。強めに行こう。ほい。オッケー。で、9入れて勝ちよ。よーし。おお。ここだね。ほい。よっしゃ。勝ったぜ。どうよ。鶴の30万。やりますね。えい。さすが言うだけのことあるで。お前もなかなかだったぜ、鶴野。おかげでいい勝負ができた。敗者にかける言葉も気持ちええわ。そしたら勝者は称えられなあかんな。これどうぞ。ありがとう。やった、お金いっぱい。おい、俺に金渡してどうすんだよ。こんなんじゃ3000万使い切れねえぞ。俺が用意した金や。どう使おうが勝手でしょ。カシラ、相当悔しかったんやな。まあ、そういうことなら受け取っておくか。悔しくて金出すっていうのがなんか、もう十分だ。この町は遊び尽くしたな。赤目のとこに戻って今夜は休もう。よっしゃ、休もう。帰るぞ。急にどないしました。帰るぜ。なんか写真撮ってくれって頼まれたんだよな。ここだと思うんだけど、ここじゃないの？テラスのあるカフェって。今ちょっと撮れないか。よっしゃ、帰るで。みんな、もう十分だ。この町は遊び尽くしたな。今夜は休もうか。今日はもう休む。おはよう。もしもし、鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。お、狙い通り。有名な作戦が当たったのかもしれません。桐生さんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、
西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう？桐生さんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ上流、ちょっと今あんたのことで情報入ってきたで。何？鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんか言うて。まずいな、グランドに迷惑かけちまったみてえだな。うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、鬼人会は何人くらいいる？20とか30言うてた。多すぎ。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった、ありがとうな赤目。おっしゃ、多すぎるな。上流、さて。助かったわ。よっしゃ、300万ゲット。赤目ショップ見よう。結構ポイントがたくさん溜まってて。あー、これ欲しいな。あと8000ポイント貯めて、この竜神のお守り買おう。よしよし。投資はもうできないし。おい、なんか、新しいもん入荷してない？してない。大きに。よいしょ。じゃあ、能力強化してと。エージェントモードのこの、雲と、なにこれ、パワーアトラクション。落ちている重い武器や重い敵を引き寄せることができる。へぇー。取っとこう。8。耐久性アップはまあいいか。ホタルもアップ。ヘビが一番便利だな。よしよしよし。よし行こう。グランドに迷惑かけちまったな。ここでしょ、写真撮るの多分。ほら、撮れた。で、あとは蒼天堀のボール。これもやろっか。赤目が言ってたツツモタスはこの辺りに出るって話だが。ああ、ゴーダリュウジの偽物ね。なあ、そこのお兄さん。お？早速来たな。なんか言った？ねえ、何しとるん？時間あるんやったら、私と楽しいことせえへん？ん？楽しいことってのは？もう、そんなこと女に言わせる気？最近彼氏と別れて、溜まってんねん。なあ？おう、溜まってるのか。せやねん。溜まってんねん。なあ？なんでこんなカッコが増えていくの、どんどん。わかった。いいだろう。ノリのいい人は好きやで。それじゃ、行きましょう。よっしゃ。さて、何が出てくるやらだな。何出てくるんだろうね。どんなやつなんだろう。ホテルだ。先にうちシャワー浴びてきて。ええー。ああ。じゃ、また後でな。さて、普通のツツモタセならこのタイミングだが。ふざけんなよ。おう、このゴーダリュウジの女に手出しとんのはお前か。何？こいつは。うわ、小さい。小さい普通のツツモタセだ。誰だよ。
自称ゴーダリュウジその2、自分が何したか分かってんやろな、チーム展開これ。あんた、うちこの男に無理やり。おう、おうノッコ、言われても分かっとる。お前みたいな、なんだこれ、なんて読むんだろう、な女がこないな場所に連れ込まれるなんての。おう、ひとまず財布とスマホ出せや。お前はなんでそんな格好してんだ。ああ、ゴーダリュウジを名乗る理由もだ、じっくり聞かせてもらうぞ。ん、なんやこいつアホが。それが踊れる最後の言葉や。そうでっか、その番だ。よいしょ。おゴミ箱で十分だよお前。なんて弱いんだ。なんやこの化け物。ひぃー、実に、なんて読むんだこれ。な女だったな。もう一度聞くぞ。お前はなぜ、ゴーダリュウジを語ってる。それは。上流だ。上流、ゴーダリュウジの噂はどう？また外れだ。これから名を語る理由を聞こうとしてる。そっか、こっちは本命のネタを掴んだで。合流会のアジトを突き止めた。何？合流会の？おい、付き合いや。逃げてった。すまない。話の続きだ。合流会のアジトだと？合流会はとっくに解散してるだろう。正しくは、合流会復活を目論む残党のアジトやね。本当なんだろうな。これは噂やなくて情報。それと、リュウジの偽物連中とは、それとリュウジの偽物連中とは何か関係があるのか。それは聞いてみないとわからへんわ。わかった。場所は？明日場公園近くにある第三昼間ビルの4階や。場合によっちゃ荒ごとになるが構わねえな。任せるわ。上流は無益な血は流さん男やろ。ええ。そのつもりだ。じゃあな。ああ。明日場公園近くにある第三昼間ビルか。合流会の復活。どういうつもりか確かめねえとな。どういうつもりなのそんな。カルトじゃん。キリスト復活みたいな。宗教寺みたいな。ここまで来ると。明日は公園行きますかじゃあ。ここが第三昼間ビル。ここに合流会残党が集結してるんだったな。乗り込む。乗り込むか。連中の目的を見定めねえとな。おい、てめえら。お。なんやお前。おう、どこ見とんねんこれ。おい。合流会を復活させるとか言ってんのはお前らか。あ？何をすかしとんじゃこれ。わ、ぶたぶった。ばあ。もう一度だけ聞く。合流会を復活させるとか言ってんのはお前らか。マシに何か用ですかな。お前は他人様の事務所に乗り込んできて誰やとはご挨拶やな。マシが合流会三代目会長へ。それにしては見ねえ顔だな。俺は二代目時代、それなりにそちらと付き合いがあったみてな。さようで。ええ。
わしは二代目時代の終わり際に杯交わしましたな。ご存知ないのも無理はないかと。失礼ですが、あんたさんは。ああ。赤目といえばわかるだろう。その使いだ。ああ。おう、赤目の。情報通との噂は金々聞いとりましたが、ここを駆けつけたっちゅうことは本物みたいですな。ああ。ああ、半端な嘘は通じない。発言には気をつけることだ。おお、怖い怖い。赤目さんとこにはいずれご挨拶に伺おうと思っておりました。今やうちらのが新参ですからね。おい。お前らのことを本家は承知してるのか。いえ。ええ。ですが、これからいくつかの手土産を引っ提げていくつもりです。そうすりゃ本家も首を横には振らんでしょう。二代目会長、合田隆二がカムロ町で死に、交流会は一度お取り潰しとなりました。なんせ当時の本家にクーデターを起こしたんですからな。ですが、残されたわしらは交流会が天下取る野望を、二代目の対岸を一時も忘れたことはありません。いや、方々に散りこそしましたが、耐え忍び続けて十数年、ついに交流会再結集の時とは相なったわけです。最近街で合田隆二が生きてるって噂や、隆二の名を語る連中が現れてる。それも一人じゃない。お前らが何か関係してるのか？うん。ええ、そうです。我々がこの街に再び帰り咲くにあたり、合田隆二っちゅう名は絶大な武器になる。しかし二代目はもうおらん。せやから合田隆二の幻影をこの街に植え付けることにしたんです。それで隆二の偽物を街中にばらまいたと。ああ。この街に至るところで合田隆二の名が響く。そんな中、母体たる我々三代目合流会が蒼天堀に帰り咲く。我ながらええプランだと思っております。そうか。よくわかった。お前らがいかに交流会の大門にふさわしくねえのかが、な。交流会の復興は好きにすりゃいい俺の知ったことじゃない。だが死んだ隆二を見越しにあげて、ましてその名をてめえらの露払いに利用するのは、この俺が許さねえ。俺が許さんときましたか。あんた二代目の何なんです。いや、それを言葉にする必要はね。わかりました。こちらとしても話はこれでしまいです。もう一つの要件を片付けるとしましょう。さっき言うたでしょ、いずれ赤目んとこには挨拶に伺うと。そん時には手土産の一つを持っていかんと失礼に当たる。あんたの生首はいい土産になりそうや。合流会に逆らえばこういうことになるといういいメッセージとしてね。できるもんならやってみろ。いや、それにあいつはそんなんでビビる玉じゃねえ。それはやってみんとわからんでしょう。お前らやっちまえ。あ、楽しい。おい、銃持ってるやついるな。おい西山、お前はダメだ。あいた、おいしょ。よし、どうす。待って待って、 OK。 三代目、なかなかのラッシュ。おいしょ。おいしょ。あれ、おー、
ためろ。よいしょ。よし。まあまあ強かった、三代目。町から出ていく。せやから許してくれ。おい。この程度で諦めんのか。いよいよ合流会の金看板は、てめえらには荷が重すぎるな。今日中に町から出て行け。そして二度と戻ってくるな。そうか。じゃあこれで一件落着やね。合田隆二は全部合流会が撒いた偽物で、合流会も復興ならず。ああ。お疲れさん、上流。それにしても、やっぱりこの件妙に熱心やったやん。なんでなん？いや。合流会がどうのは俺の知ったことじゃないが、あいつがちんけなカツアゲだの、つつもたせだのをしてるなんて悪評が立てられるのは、我慢ならなかったんでな。あいつって、合田隆二のこと？上流知り合いやったん？うん。どうだろうな。ま、ええわ。とにかく、この件はこれで完了。次の仕事が入ったら、またよろしく頼むわ。ああ。気が向いたらな。余計なお世話だったか？隆二。お互い有名人は辛いね。ああ、いい話でした。いいね。ここには鬼人会が待ってると。その前にこの売れないホストの悩みだね。やっちまおう。あ、いた。迷子。母さんどこ行ったんだろう。緑色の上着。この子を探してる母親がいたな。お母さんがお前のことを探していたぞ。本当ですか？すみませんが連れてってください。連れてったことになった？どこだっけ？ここだっけかな。まあ、いいわ。俺に何か文句あるんか？ないです。別のチンピラなんかめちゃくちゃすごい武器持ってるやついな。よし、手間取らせやがって。マップリンと小さな手品師。なんだこりゃ。マップリン、あの人に行こう。あのすまないがちょっといいか。レンジというホストを知らないか。ああ、ホストのレンジ君な。店はたまに行くけど、いい噂聞けへん子よね。態度がでかいとか、カットなると手が出るとか。そういう噂は本当なのか。さあ、どうやろうな。そやけど、よう耳にするのは確かやね。レンジの悪い噂はかなり広まってるようだな。ああ、なんかライバルがそういう噂立ててんだろう。やだね。下か。まあ、いいか。この人。すまないがちょっといいか。レンジというホストを知らないか。なんやの、あんた警察？それか探偵？レンジついに事件でも起こした？いや。いや、そういうわけじゃないんだが。レンジは事件を起こしてもおかしくないようなやつなのか。なんや、人を刺したとかで地元おられへんようになってこっちに出てきたとか聞いとるからな。噂に青ひれがつきもんだが、ここまで来るとさすがに疑わしいな。赤目に連絡して裏を取ってみるか。あら、もうええの？ええ。あ、助かった。じゃあね。赤目、赤目、
こちら赤目屋、どないしたん上流、うん、レンジについて聞きたいことがある。ええー、で、何でも聞いてや。何が知りたい？初恋の子の名前？いや、それはいらね。レンジが暴力沙汰を起こして田舎から出てきたって話を聞いたんだが、本当か？地元にいた頃は喧嘩っ早かったそうやけど、人を刺したなんてそんな事実はないで。事件レベルなら間違いようもないわ。断言できる。ああ。わかった。ありがとうよ。どうやらレンジの悪評には根も葉もない噂が混じっているようだ。もう少し情報が欲しい。聞き込みを続けよう。レンジ、かわいそうだな。ここか。よし、じゃあタクシー乗ろう。で、ここの人が、ああ、よかったね、見つかって。ゆうくん、よかったー。よし。OK。で、これね。あの。すまないが、ちょっといいか。リンジというホストを知らないか。ああ、知っとる、知っとる。なんや、危ないやつやから指名したらあかんらしいね。うん、その話、誰に聞いたか覚えてるか？そんなん覚えとらんなー。まあでもホストの子がよく言うてるかな。またレンジが困難してなーとか言うのはホストの知り合いが多い気がするわ。同業者か。ありそうな話かもな。今度はホストに聞き込みをしてみよう。ホストに聞き込みね。ここか。ちょっと飯食おう。よいしょ。よいしょ。しばらく寝てろ。ホラー小説俗血のみご。怖。赤ちゃんや。怖い赤ちゃん。いらっしゃいませ。カニー。寿司。よし、行くか。ありがとうございました。かくれんぼ少年ここにいると思ったんだけど、いないな。なんか水の音がするとか言ってたよな。かくれんぼ、あ、これこれ、店、機械と水の音がゴウンゴウン。どこだ？ここじゃなかったな。機械と水の音ゴウンゴウン。頑固寿司かな？いやー、水、王将も違うしな。8ビンゴ？後でな。ちょっと今は忙しい。ここ違う。店の中、ゲーセンかな？あー、いや、水なんかない、あそこに。あ、ごめんごめん。串カツ？下行ける？下行けないか。水の音。川の方かな。とりあえずここで報告。ウェイ、写真撮ってきたよ。はーい。よかったら今度一緒に行きませんか？ナンパ。逆ナンでした。酒。
ブヨウクロバボアジェモルツ。よし、行くか。店？わからん。ちょっとホストにとりあえず酔っ払ってんだよ今。うまく攻撃が当たらよいしょ。たく時間かかる。店の中違うなぁ。店の中？さっぱりわからん。まっすぐ歩けない。ホスト仲間。ここかな？あ、いた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 。話聞かせてくれ。あのレンジってホスト知ってるか？レンジ？ああ、いつきさんとこの新入りやろ？なんや、評判悪いやつらしいな、うん、やっぱ有名なんだな。そのいつきさんってのは？いつきさんは、レンジの店の子さんホストや。もう長いこと雇って、新人の頃世話になった人も多いらしいで。いつきか。同じ店なら、レンジも世話になってる可能性だったか、そうだな。ただ、うん、どうした？いや、なんでもない。そろそろ時間やから。何かを言いかけてやめたな。今度はいつきってホストについて尋ねてみるか。聞き込みね。街中歩かされて。というわけで、ちょっと今回はここまでにしましょうか。ちょっと中途半端ですけどね。結構遊んだので。いや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 、合流したね。楽しかったわ。闘技場って行けるわけじゃないんだもんね。うん、なるほど。はい。というわけで次回はじゃあホストを追って、で、ホストクリアしたら鬼人会かな。鬼人会やっつけるとこまで行きましょうかね。というわけで今回はここまで。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。